安く飲める素敵な場所もあっていいし、すげえこうお金をかけて行きたいって場所もあっていて、だからいろんな時代でも必ずそこから抜け出したいっていう、それが多分時代を動かすパワーだったりとかになるので、なんかこう背伸びしていく場所、遊び場は必要かなと思うし、なくなっちゃいけないので、バースティングの深澤です。2005年の2月からお店を始めてるんですけど、もともとはここの近所にもうちょっとちっちゃいお店でやっていて、2012年に移転してこの今現在の場所でやってます。もともとはもう僕長野県の松本市生まれて、松本市から東京に来るってあずさか高速バスなんですけど、降りる場所が必ず新宿なんですよ。なかなか面白い街というか、個々の個性が出やすいっていう、個性を出さないとお客さんが来ないというか、人間力がすごく問われるなっていうのが三丁目はあるかなと思いますね。もともとその松本市で、まあ、こうスナックみたいなバーで働いていて、当時23、4、その時によく来てくれる40半ばぐらいのおじさん2人組がいたんです。で、まあ、ある日突然1人で来て、で、まあ、珍しいなと思ってたら、まあ、今日ちょっと妻と離婚したみたいな結構重い話 で、まあ、それに答えれない自分、まあ、まあ当然20代前半だから別に答えがきっと欲しかったわけではないんですけど、何かねこうバーっていうかカウンターに置きに来てるんだなみたいな、結局お酒の技術って自分が真剣にやってることっていうことが伝わるといい形で心を許してくれるとか、お酒の知識だったりカクテルを作るっていうのはこうバーテンダーとしては僕の中でこう前に置くというよりはもう後ろに背負うものというか、でそれがあるから初めてこう信頼が得れるというか、僕はカクテルを作るときにこういつもまあ思うというか、シンプルイズベスト、うるさくないカクテルって自分の中では思っていて、今あるもので今ある材料で、でもそこでどのぐらい変化を生むことができるかとか、邪魔しない、でも気づいたときにすごく美味しいみたいな。バックバーはもともとそのアールデコっていう部分でフランクロイドライトのデザインの格子の模様があるんだけど、それに準じてデザイナーさんと話しながら作ってきましたね。2005年独立して僕自身もすごいとんがっていて、バーテンダーはこうじゃなきゃいけないじゃないけど、うちの店に雰囲気に合わない方たちはなんかカッコつけてなんかこうお断りするみたいなのもあったんですけど、なんかやっぱそうじゃないな、どんな人たちと出会える可能性があるのに、なんか自分でこう世界をちっちゃくしている感じも嫌だったし、でそういうこと考えて移転していろんな人たちが来て何かを置いていく場所であってほしいというのは一貫して変わってなくて、まあ、楽しんで帰る人、静かに飲む人、いろんな瞬間瞬間を切り取ってどうコントロールするかも含めて、やっぱりこう自由な場ではいたいですよね。大人が思う自由っていうところ、自由って難しいんですけど、人に迷惑かけない自由、制約がある自由の方が本当の自由だなとは思うので、そこの中でどのぐらい遊べるかっていう空間かなと思うんですよ。世界の終わる日っていうのがね、まあ、いつか来るんでしょうけど、で、まあ、僕はマティーニだなと思っていて、しかもまあ自分で作るマティーニ、マティーニってなかなか面白くて、修行時代に作ったマティーニ、独立した頃のマティーニ、30代ですね、40代のマティーニ、今50になったマティーニ、全部ちょっと違うなって自分の中であって、独立したての頃のマティーニって本当に絶対おかわりさせないぞっていうぐらいソリッドで強くて、それが今結構ゆるゆる飲めるようなものを作ってるっていうのも年なのかなとか、自分が今これが美味しいなと思って飲んでるので、その世界が終わる日っていう時の自分の心境が一番わかるのはマティーニだなみたいな、なんかこう変化を楽しめる、それがやっぱ王様ってことなんですかね、もしかしたら。バーとはみたいなのよく、まあ、バーテンダー同士でも若い頃語ったりとか、
して何が正解かなんか本当はなくて、例えば僕はいつも思うのはバーとは何ですかって僕もし聞かれたら、バーとは深澤篤史ですっていうことしか言えないなと思って、自分が立ってる場所とカウンターがあってっていう環境がまあバーだなと思うので、バーってこれだけの数があって、これだけのバーテンダーがみんな切磋琢磨していて、毎日カウンターに立ってお客さんをこうお迎えするっていう、それがすごくかっこいいし素敵なので、そのバー自体もやっぱり変わってくるんですよね。お客様も一緒に変化していって影響をし合いながら、だから例えば20代の方たちが初めてバーに行った時の気持ちと、その方たちが10年20年バー通っていく時と変化がしていく、どんなバーでもいいと思うんですよ本当に。そういう場所を見つけられたら人生がちょっと楽豊かになるかなと。全部共通してその価格の差ってあるじゃないですか。例えば靴一個取っても、洋服一つ取っても、安いものからすっごい高いものまで、みんながみんなやっぱりその、安いものして満足しているのか、そこから出したいっていう欲求があるのか、その欲求が集まる場所っていうものも必要だなと思うので、だから本当に嘆くよりもどう脱出できるか、もがく楽しさみたいな、そういう人生って豊かだなと思います。お金の豊かじゃなくて、そういう風になっていけばおのずと変わっていくのかな自体はみたいな思います。